トゥアルタナユウト、はい、今回なんですけども、僕たち福袋一切開けてません。マジでマジで一切開けてないので、今回ね、コロさんの56万円のコロ袋、やばー、これをね、ちょっとみんな見たいよね、やっぱりね。見たい。今で4代目かな、3代目4代目 J-SOUL、3代目がメッで、4代目メンディな感じ。4代目があれ、新年取りました。ってことで、今回僕たち5代目をちょっと開けていこうかなと。ツイッターでツイートがちょっと少ないんで、何が入ってんのかってみんな気になると思うし、気になる。まあ、これは僕たち人柱としてね、みんな高額バカ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 開けてるんで、まあ僕たちもちょっと一回開けておかないとなということで、そしてそれを開け終わった後にそのままコロさんに査定出します。おー、出します。鬼畜ね、鬼畜ね。これでどれだけ強いのかっていうのも分かるっていう。そうだね。まあ強いでしょ普通に。うん、強いよ。だって普通にあどうぞどうぞって強気だったから、全然普通にね、これ嘘偽りなくやっていこうと思うんで、はい、はい、今回は僕たち初の初50万円超えをやっていきたいと思います。やばー、緊張。あーだす。じゃあ行こう。レッツゴー。この56万の福袋、はい、コロ袋、これで冷えてやがる。やがる。温度差があるんだ。だいぶ温度差あるんだけど。きちい。あ、邪魔でしたか。きちい。俺のこの手の汗。きちい。マジ絶対見ちゃうんじゃん。ちょっと閉めてますね。56万円をカードに使う気持ち分からん俺には。56万円、あった。キッチー。いや、まだ開けてねえんだ。キッチー。竹キチー。ほかほかであれ。じゃあ開けていこう。はい、はい、56万円の袋袋、はい、じゃあ開封していきたいと思います。おなしやす。よし、やば。じゃあまずちょっと待って、本当の俺じゃ開けられないから、まずもう一人の僕呼ぶわ。やっていくぜ。呼び出した。なんだ城之内くん、やっていくぜ。待って、56万じゃん。何入ってるか予想しない。全然わからないけど。なんだろう、56万で何だと思う。3枚構成だと思うんだよね、きっとね。コロ袋は3枚構成って決まってるから、体感70万から80万って言ってたから、最低でも30、30、20で来ないといけないわけだよね。ってことは30万のものって言ったらもう決まってんのよ。もう決まってんの大体。これはね、俺の予想だけど、ナスポケカ全部入ってる。え、ナスポケカのあのブースターとか全部入ってるんですよ。56万に入ってる。これ入ってる。それぐらいハードル上げてくよ。あ、なるほど。それは福袋すぎるね。そう、だ服だ。だってだって、あのコロ袋って、俺たち買ってて、いつもだいたいまずアドじゃん、1万円買ったら12,000円3,000円、めちゃいい時で18,000円ぐらいになる時あるじゃん、でこれコロ袋の56万のお正月バージョン、福袋に当たるもの。ナスポケが入ってるね。それを考えたら56万ってそんなに安いのある。上げてく上げてく。あのね、きっと、あれはいるね、スカルダンのピカチュウみたいな。いそう、マジでいそう。それはいそう。それかあのポンチョを着たピカチュウ系のやつ。いそうだな。ポンチョ系のがあったらちょっとあれだな、センスねえな、それじゃちょっとな、センスねえわ。持ってるぞ。ポンチョ系はセンスないでしょ、そんなポンチョ系なんかいくらでもありふれてるんだから。ポンチョそっちか。ポンチョはいらねえ。いくぜ。よし、じゃあ開けていこう、ね、みんな見たいからね。そうだね、わざわざ俺たち の, あのこの話をね聞いてる前に早く開けろよって思ってるだろう。みんなあの10秒ぐらい早送りしちゃう。やめろやめろ。画面タップしまくる。やめろやめろ。じゃあ開けていくぜ。はい、開封。あ、まさかこれだけで300円とか取ってないよね。すぐだよ、縁起物だよ。そりゃさすがにね、ローダーに入れてるよ、ね、あ、やっぱそりゃローダーにさすがに入れてるよ。そ
お金が。多分これは色違いごとにランク付けされてるってこと。多分そうだと思う。違うね。違うね。これ黒だったらまああの順番に行こうかなと思ったけど。そうだね。どれから、どれがどれなんだい？これケツ？これケツ？似たやつ？いい、こうなってるからこれがケツだね。じゃあ真ん中赤最後、赤最後だって。56万きっちー。やば。じゃあまず一つ目、いきたいと思います。これきっちいぞこれ。はい。あ、トレーナーだね多分ね。わからぬ。これはトレーナーですね。トレーナーチャンス。縦？いやまだわかんない。縦だね。さすがに縦だね。これは指差し白なんだね。甘いな。甘いな。いやここがボカンと強いのよ。56万だよ。それコロさんを舐めすぎだよ。だって7、80入ってるってんだから。これはルチアだね。いや待てよ。これルチアだ、ね。縦でしょ。ちょっと待って。これはルチアだね。もうちょい行ってみる。うん、もうちょっと見たい。見えん。あ、まだ来ないね。ルチアだったらそろそろ来ても。はい、待て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 。これさ、もしかしてさ、アローラの仲間って。俺もそう思った。はい、せーの、それなんだよこれ。誰？これなんだよこれ。怪獣マニアってこれ500円だこれ。いくらこれ？500円。やばほら。違うよ、これが激アツなんだ。これってことはさ、そっちも多分俺の予想、あのこれも多分しょっぱいんですよ。一発で多分ガッチリくるやつ。全然行くんじゃない。何これさ、ずるいよね。このさ、全部さ、縦に仕上がるのずるいよね。これは次は縦で舞い上がりすぎちゃったな。ちょっと待って、ゆっくり行こう。見せて。なんか見えてる。何それ。あれ、何これ。せーの、それ。誰ですか？おー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 、コロさんよ、コロさんよ。こんな、こんな、お前56万にこんな。待って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 、硫黄島からの手紙の人がいる。あの、渡辺健さん。あ、そう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 。4000円。え、違う違う、1000円ぐらいか。いいとこ1000円ぐらいじゃない。嘘。あバカ野郎これ。ってことこれ、待って待って、これやばくね、これやばくね。これが7、80万だよ。これ60万ぐらいのやつ。いや、じゃないと、じゃないとちょっと難しくね。そんなのある？そんなのあるか？わかんない。なんか、俺が思うにさ、頑張り入れっぽい気がしかないんだけど、なんか触った感じ、頑張り入れっぽい気がするんだけど。触った感じ？これでルチアだったら、これこっから投げるの。ルチアなわけないじゃん。もうルチア投げるから、もらったら。じゃあ、最後、いきたいと思います。やば、最後だって。だって今までだってもう1000円、2000円のものだったでしょ。これ1000円、600円、もう本当にかわします。2000円ぐらい。ってことは、55万8000円のものがここにないとおかしいってやつね。さあ、1000円超えのカードって何だろう。50万ってレベルじゃないと思うよ。だって買い取りで、あの50万絶対超えるって言われてるんだから。アセロラちゃんは安すぎ。いや、安い安い、そんなん全然安いでしょ。30万ぐらいだ。ああ、買えないでしょ。だから多分この状態綺麗にしつつ頑張り入れ、帽子リレーじゃすぎる。どう？ちょっと見よっか。ああ、まあ、トレーナーかトレーナーじゃないかね。そうそうそう、ポケモンなんだか人だか。いや、トレーナーはね、完璧にね。え、あ、あ、やっぱりな。だと思ったよ。帽子？いや、違う。おかえりなさい。あ、頑張り入れた。おかえりなさい。おかえりなさい。我が娘よ、おかえりなさい。なるほど。頑張る。なるほどね。ちょっと、白掛け警察発動します。はい。センタリング警察ね。マジ綺麗。まあまあ綺麗だ。あ、ちなみにあのベタベタ触るなとかそういうコメントいらないから、マジで。これ折れんだし、買ったの折れんだから別に価値下がるとか意味わかんないこと言わない。あー、でもちょっとセンタリングが弱いね、これね。ちょっとこっちに、こっち、ちょっとこっちに行っちゃってね、センタリングがね。わかる？これ。センタリング警察発動します。ファーン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 って。あ、でも、あるんじゃない？余裕で56万あるんじゃない？70万ぐらい、79万とか80万ぐらいっていうの、状態がどうなのかわかんないけど。でも俺たちが買ったやつが絶対綺麗。待って待って、折
リパでリーリー当てたの初めてだから。まあ、オリパって言ってもまあ当たり前の福袋系だからね、言ってもね。福袋のあの代表的な。まあでも56万だったらまあ悪くないかなっていう感じ、うんうんうん、ただこれを査定に出して一体どれぐらいになるのかなっていうのがすごく心配だよね。ああそうだね。でもいろんな YouTuber さんの福袋見てきて、うん、リーリエはあんまり見てないよね、うん、今回ね。あそう、見てない見てない。だからこのリーリエは結構珍しいのかな。あでも普通に買うんだったら安いかもね、普通に。俺ちなみにあのリーリエ破裂に出したら4万になったからね、びっくりしたよ。びっくりしたよ。4万だからね、買い取り4万です。びっくりしたよ。たくさんの方が再生してくださってね、ありがとうございます。まあこれでコラ袋56万の実態が分かった、こんな感じでした。まああのまあこう2個のゴミと1つの娘という、まあこれはもうゴミみたいなもん。あのこれに比べてコロさん、これいらなくないか、この3枚のこの2つ。なるほど。あーなるほどね、キャバクラ形式ですね。 なるほどねこうなってるわけね。より際立つっていう、まあ悪くないんじゃない、うん、査定の時間もすぐ済みそうだしねこれね、はい、じゃあ査定していこう。コロさんの査定が終わりました。終わりました。我が娘の金額を発表します。お願いします。まず渡辺健さんが1500円、そして怪獣マニアってちょっとふざけたやつが500円です。はい、はい、そして我が娘リーリエはドクンドクンドクン、キチー、はい、嘘も隠しもありません、53万円でした。はい、ってことで、マイナス2万8000円の負けです。強いんだか弱いんだかわからないっていう、まあでも売り値で言ったら多分70くらい、はい、まあ、そんな感じでね、今回あの56万円のコロ袋、買ってみて査定までしてみて、まあ大体 90% ぐらいかな、あの買い取りで、うん、そうだったね、うん、まあそんな感じでした、うん、まあね、皆さんも、まあ、何が当たるかちょっとわからないから、実際おすすめっていうのはちょっとね難しいかもしれないけど、金額的にデカすぎちゃった。確かにそう言われてる。なんでまああの貴族の遊びのしたい方はぜひね、あのこの袋やってみてはいかがでしょうか。僕たちは貴族ではありません。すぐあの返してもらうっていう、開けてすぐ返してもらうっていう、皆さんのためにあの人柱になりました。でね、今回ねやっとね福袋開けられた、まあこの袋はね開けられたんですけども、はい、僕たちはそんなに高額はしません、うん、やってる人いっぱいいるし、僕たちはまあみんなにねちょっとニッチな感じでね、うん、あのみんなが買えるようなところをまあ買ってみて、うん、まあわちゃわちゃ楽しんでいこうかなっていうチャンネルなんで、まあ今回はね、はい、年始ってことで、はい、あの高額買ってみました。はい、皆さんもねぜひね興味があったらコロ袋やってみてください。やってみて。それじゃあまた。アダス。